防犯灯防犯灯とは、防犯を目的として、街路などに設置した電灯のことである。防犯灯は街路に設置されている街灯の一種で、道路照明灯より、照射範囲が狭い。防犯灯は、一個あたりの値段が安く、電気代が安いために、様々な場所に設置されている。また、新たに柱を立てずに、電柱等を利用して設置した場合では設置工事費が、安いことも特徴であり、 住宅地などの比較的狭く交通量の少ない道路に多い。防犯灯とは夜間不特定多数の人が通行する生活道路で暗くて通行に支障がある場所や防犯上不安のある場所に設置される電統のことで設置場所の状況に応じて電柱に強化したものや専用の柱を立て取り付けを行うタイプのものがある。なお、照明柱は 公共用の電柱や信号柱などとともに、ユーティリティポールとしてまとめられることがある。市町村が設置、維持管理のすべてを行う場合、市町村が設置し、自治会、町内会によって維持管理されている場合、設置、維持管理のすべてを自治会、町内会が行う場合等、設置と維持管理の方法は、市町村により様々な形態がある。自治会、町内会が、 設置や維持管理を行っている場合は市町村が費用の一部を補助している場合が多い。昼間に点灯している防犯灯は明暗センサーが故障している可能性が高く修理をする必要がある。この場合の連絡先は役所の道路課または商店街等で電柱に貼り付けられた管理番号ともに連絡する。ただし明暗センサーは設置時に コストがかかるが、電気代は、定額の場合もあり、初めからセンサーを設置していない場合もある。2005年頃から日本において、青色防犯灯が、防犯に対して有効との情報に、基づき全国的に設置の動きが起こった。2005年、日本のクイズ番組等で、イギリスのグラス号紙において、青色の街灯を設置したところ犯罪が減少したと、する事例が紹介され、 これを真に受けて、奈良県警察が設置に取り組んだことに始まる。ところが、グラス号市の事例で、犯罪発生数が減少したという確かなデータはなく、実際には、市内のブキャナン通りにおいて、警官改善のために街灯を、オレンジ色から青色に変えたところ、同地域にたむろしていた、麻薬常習者が、腕の常務役を指認できなくなり、仕方なく他の地域に移ったことから、 麻薬常習者の検挙率に限って40%下がっただけであった。先日のクイズ番組では青色には人の副交換神経に作用して落ち着かせるという鎮静効果と心理的に人を冷静にさせる効果があるという心理カウンセラーの解釈が紹介された。青式公は見通しが良く遠目が効くとともに犯罪者が犯罪を諦める等の防犯効果が 期待されたことがあった。しかしながら、防犯のメカニズムについては、心理学的な因果が立証されているわけではなく、青色街灯の防犯効果については、これがメディアによって報道され、それを知った犯罪を試みようをする者がこの色の街灯が設置してある場所は、防犯意識が高い地域であると理解し、このことによって結果的に犯罪発生率が低下しているだけではという解釈も、 成り立つ。一般に街灯に用いられている白色光に比して波長の短い青色は、雨天や霧の中では極度に視認性が低下する。また、街灯に多く用いられる白色蛍光灯を同圧ト数の青色蛍光灯に置き換えると全高速は1、2から1、5に低下する。このため、防犯カメラの効果が損なわれたり、交通事故等の発生を助長する。 危険性があり、安易な設置には、慎重を期する必要がある。社団法人日本防犯設備協会が、国からの依頼で、青色防犯等について検証した、際の報告によれば、期待されたような利点は認められないという結論に、至っている。さらに、政府の都市再生本部で採用され、2008年から2009年にかけて実施されたプロジェクトのように、 青色防犯灯を導入後一定期間を経過すると逆に犯罪が増えた事例も報告されている。このように防犯効果が科学的に実証されていないにもかかわらず自殺防止や自己防止などを目的に青色塔の設置が進められているとの指摘も出ているが自殺防止効果については駅や踏切などに取り付けられた青色塔について 一定の効果が認められたとの研究結果も出ている。ありがとうございます。